はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、佐賀県にありますキャンバスさん来てるんですけども、はい、何やらちょっと皆さんにご紹介っていうかご報告というか、はい、お知らせしたいことが、ありますよということで、はい、そこら辺をね、矢野さんに解説してもらいたいと思います。よろしくです、うん、よろしくお願いします。はい、ということで矢野さん、はい、私内容聞いてないんですけど、はい、何でしょう。うん、まあ今見ていただいてる車はちょっとうちでよく見る、はい、はい、展示車ではございますけども、エブリバンの、はい、はい、フルキットついてるよ車ですけども、うんうん、なんと今回ですね、はい、今ATV 群馬さんの YouTube で話題の、はい、400アンペアが乗ったエブリバンのありますよね、 RS ネクスト、ネクスト、はい、はい、そちらを展示が決定したので、え車をお借りしたんですよ。えはいはい、すいません、あれ若干半分私のなんですけどそこら辺何も聞いてないんですか。もう根岸さんとお話ついたので。うん。でもほら、あの車、福岡のキャンピングカーショー？そうです。出します。じゃあそれが終わったらあれじゃないの？またなんか群馬帰っていくみたいな。そうです。今度は、年明けてからのジャパンキャンピングカーショー。あれ？あちらの方に展示をすると。話になってる。なってる。ただ、うん。これですね。福岡キャンピングカーショーで展示をお借りするときに、うん、根岸さん交渉したんですけど、うん、即売していいよと。そうですよ。だって。売らないと。はい。うん。まあ、あのお車があのまま購入できます。そらそうですよ。うん。早めに売ってくれないと。そんな本音言ってダメですよね。いや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 、これ背に腹は変えられない。でもあれだけのシステムがついてて、うん、やっぱりその制作にも結構時間がかかるお車にはなるんですけど。そう、かかる、あれは。あれが即売で来るってなると、うん、もう来年のゴールデンウィークには乗れるんですよね。そうですよ。はい。もうぜひ、来年の夏は、あの車で遊びって言って、うん。そうですよ。こういう旅に行くと、うんうんうん、やっぱ困るのが電気なんですよ。そうですよね。うん。うん、そう。この間、クーラー動かしてる実験動画とかもありましたけど、はい。一晩悠々と持つので。そう。はい。で、走行すれば充電が十分できるシステム出来上がってますので、うん。連泊が可能と。ね。はい。いうところで。素晴らしいお車で。じゃあ、それが、福岡のキャンピングカーショーの前にはこちらに来て、はい。ちょっと展示をし、はい。ショーで展示をし、そうです。福岡終わった後も、うん、まだ返さないままうちが抱えますので。あら年内は展示をします。する。はい。売っちゃえ、売っちゃえ。納車しちゃえ、勝手に。そうですね。うん、もうそこのなので、ジャパンの前に売っちゃいましょうかね、もう。ね。ジャパンに展示するとか、うん、なんかいろいろ聞いてますけど、はい、売っちゃおう。そうですね。うん。もうそこも根岸さんに売れましたって言ってですね。ね。自慢しよう。そうですよ。ダンボール置いときましょう。等身大じゃないけど。売れました。中身全部ダンボールで。そうそう。やっちゃいますか。でもあれも1台限定ですからね。そうそう、はい、大丈夫だって。ネギさんこの映像見てないの。じゃあ内緒に言っちゃおう。内緒に、内緒で言っちゃいましょう、はい、内緒で言っちゃいましょう、うん、びっくりさせましょう。そうです。うん。なので、はい、ぜひ気になった方は、そうです、群馬まで行かなくていいんです。佐賀で見れます。そうそう、うん、価格的にはちょっとお高いんだけど、うん、あの装備とあの内容を見たら、私的に言うと非常に安い。そうですね、もうキャンピングカーで欲しい装備は全て詰まってますからね。そうそう、はい、でね、買って絶対損しない、はい、間違いない車なので、ぜひ、はい、エアコンついてる、うん、FF ついてる、はい、リチウムも乗ってる。乗ってる。はい。で、おまけにターボだし。そうですね。内装もワゴンベースになってますからね。なってるからね。はい。そうですよ。そうです。バンですけど、中身はワゴンです。うん。はい。売っちゃおう。はい。こちらのキャンバスの方に。はい。RS1 ネクスト。はい。まあ、展示とかね。しますんで、ぜひ、来ていただいてと思います。今日はね、キャンバスさんから。はい。皆さんにご紹介いたしました。どうも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よしよしよし。